近い心理学。ラジオネームトケトケさん、ありがとうございます。トケトケさん、トケトケさん、多分初お便りじゃないですかね。 ありがとうございます、いつも楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。ここ数年で面白いなと思った臨床心理学の研究やテーマがありましたら教えてくださいと。これはやっぱり我々3人ね、それぞれ専門があると思いますからいいんじゃないですか。そうですね、確かに。研究とかですか。研究とかテーマ、テーマか、テーマか。ここ数年か。ここ数年ね。あ、じゃあ、まあ、僕はちょっと臨床心理学と違うかもしれないですけど、最近はやっぱりあれですね、コミュニケーション研究はの方に私はちょっとシフトしてきてるので、なんか動画撮ったやつをなんか AI とかで自動動画解析みたいなやつやって、なんか非言語的コミュニケーションできてるかをあぶり出したりとか、なんかそういう研究にハマってますね。確かにやったもんね。何が分かっとかはではないんですけど、なんかそういうので人と人とかコミュニケーション取るときに、なんかどういう風にしたらいいって認識するのかなとか、なんかそういうのとか研究出ますね。そうだから、これをなんかそのズームとかでなんか研究したらどうなるのかなとかっても面白そうだし、そうそう、アバターとのコミュニケーションでどうなるかとかもなんか気になりますけど、なるほど。それはもう VTuber のみーちゃんね、聞くべきでしょう。そうですね、本当ですね。本当ですね。なんか声の張りが強くなったぞ。あともう一個あって、なんか、ね、YouTuber の精神疾患を患ってる人のなんかその話とかを聞くと、なんかその疾患に対しての偏見が和らぐみたいな研究があってですね、これはなんか面白そうだなと思いましたね。そのやつは何だっけな、境界性パーソナリティ障害の人でなんか YouTuber やってる人だと思うんですけど、でなんかそういう人となんかその実際に会ってみると偏見減るっていう研究とか結構あるんですけど、当事者の方と会うっていうのじゃなくて、その YouTube で見るだけでも偏見が減りうるっていう研究とかがあって、なんかそれはなんか YouTube やりながらなんか研究も心理学っぽい研究できて、なんか面白そうだなって思ってましたね。なるほど、面白そうですね。なんかそれが VTuber でもいけるのかとかっていうのもちょっと気になりますけどね。偏見関係も面白いよね。ちょっと臨床心理学っぽくないかもしれないので、ちょっとお二人から臨床心理学っぽいやつとか。臨床心理学っぽくないよ、俺も。いや、臨床心理学の研究って言われてるから。臨床心理学か。私も臨床心理学か。ああ、でも、あれだね。その、メタバース。メタバースとか AI とか、なんかね、この間行動科学学会っていう学会の中、ウィンターカンファで大会があって、大会長と運営を我々2人がやったんですよ。あ、すごいですね。その時にその教育講演していただいた福井健人先生っていう、まだお若い方なんですけど、その方が VR でエクスポージャーのその映像を作って、で、それでなんだエクスポージャーできるってやつ売ってんですよ。慣れるっていう、何そのソフトかなんかで、なんだったっけ、魔法アプリっていう株式会社なんですけど、で撮影俺もなんか一緒にちょっと混ぜてもらったら、本当に360度その、その場所、例えば食事人前で撮るのがなんか苦手っていう人の会食恐怖っていうらしいんですけど、それのためにこう食事場面で早く食えよとか言われたり、あ、へえ、360度本当にそこにいるような感じになるんですよ。へえ、あれ面白かったね。じゃああれか、標高1300メートルのところのオオスズメバチ恐怖の場合は、なんかみーちゃんのところに撮影させてもらったら、その空間撮れますね。ブーンって来てね、鈴やつ寄ってくるとかさ、ドーンみたいな音とかもさ、なるほどね。あれはね、いいなと思った。なんか
なんか本当に今の時代ですね。そうですよね、うん、ですね。それが結構ここ最近面白かったなってやつですかね。面白いですね。なるほど。みーちゃん、なんか テーマとかでも全然いいんですけど、私ね、ちょっとちょうどこの前自分の動画で喋ったんだけど、うん、まあ、全然心理学っぽいけど、あのマーケティングの研究で、うん、フォーモって言葉ご存知ですか？あ、この俺見たかもしれない、うん、そうそう、フォーモ、フェアオブミッシングアウトの略語で、あの見逃したり取り残されたりすることへの不安。だから SNS でね、うん、なんかずっとチェックしてないと、なんか自分だけすごく大事なことを見逃しちゃうんじゃないかとか、なんかそういった不安のことをフォーモっていうんですよね、うんうん、だからその知らないところで何か楽しいこと起こってるんだじゃないかとか、自分はチャンスとか情報を取り逃しちゃってるんじゃないかとか、それがそういった気持ちをフォーモって言うんですけど、それ以外にこうモーモっていうのもあって、モーモ、そうモーモっていうのは The Mystery of Missing Out っていうんですけど、モーモ、モーモっていうのはなんかチェックしてたから取り残される気がするしてたんじゃないですか、フォーモってね、うん、なのにモーモっていうのは、例えば岩野さんとか青木先生が急に投稿をやめたりしたとしますよね。投稿されない、自分がチェックしてた人たちが投稿しないと、それに不安、連絡をが途絶えちゃう、投稿しない裏で何か楽しいことやってんじゃないかなって思っちゃうってことです。あ、なるほど。だから謎なんですよ、全然見てないのに、それはそれで不安があるっていうのがモーモっていう状態ですよね、うん、でジョーモっていうのがあって、さあるな、そう3つあるんですね。ジョーモ、ジョイオブミッシングアウトって言うんですけど、取り残されることへの喜びっていうのがジョーモなんですよ。だからもう人のしてる行動は全然気にしないし、人と自分を比較するのをやめて自分自身の人生に集中するっていうことが常務なんですよね、うん、だから取り残されることの喜び、もうそんなことどうでもいいよって慣れた時に楽になるよねっていうのが、これやっぱり SNS の研究から出てきた、うん、人々の心の動きをね捉えたもので、見てても不安、見なくても不安、うん、それやめようよっていうねそういう、うん、これ面白いかなと、私は結構なんか自分に当てはめてみても、あ、分かる、確かに分かるし面白いですね、うん、って感じがしました。あ、よかった、答えられていや素晴らしいです。あ、なんか岩野さんあれじゃないですか、第4のモで岩アモみたいなのも作ったらいいんじゃないですか岩アモは他の人がやってないことをやることに喜びを感じる素晴らしい素晴らしい誰もついてきないやつね非常に社会不適合と紙一重っていう勝手にやってるみたいな皆さんもそれは目指さないでください誰もそうです目指されたら、だって岩野さん岩アモになっちゃう目指されたら俺戦うその岩アモと戦うその岩アモと岩アモと岩アモの戦い第二の岩アモと登場みたいな、もう岩アモの王は俺がなるって言ってキングオブ岩アモ目指します。バチコイ心理学、はい、今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報を発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。